こんにちは、こんばんは、赤尾です。本日は、第93回最強のコアバナを探しに、お送りいたします。では、早速。第1話目は、父の友人と名乗っていた人が実は、です。どうぞ。私の両親は、私が小学校2年生の時に離婚しました。母に、お父さんとお母さんは別々に暮らすことになった、と切り出された時のことは、今でも鮮明に覚えています。私は、嫌だ、嫌だ、と繰り返しながら泣きじゃくり、母も私を抱きしめながら静かに泣いていました。私の父は、今考えれば、随分ひどい男です。仕事を辞めてチャレンジした企業に失敗。それを立て直すこともできず、離婚当時は母にだけ働かせて、自分はろくに働いていないばかりか、借金まであったそうです。暴言暴力こそ、少なくとも私が覚えている限りはなかったものの、ギャンブル好きで、しかも外に女まで作っていました。離婚後、その女性を平然と私に合わせる程度には最低な父親でした。それでも、子供だった当時の私にとっては、ただただ大好きな父親でした。離婚後もしばらくは、月に1回程度父に会っていました。会う場所は、父が転がり込んだ父の彼女の家です。父にはお金も仕事もない、おまけに借金取りに追われているような低たらくだから、住みかというより、隠れ家と言ってもいい家です。当然、当時の私はそのあたりの状況は何一つ飲み込めていません。父に会えるし、父と一緒に生活している女性は優しいし、と特に抵抗なく状況を受け入れていました。ところで、父には何人か友人がいました。両親の離婚前にも、何度か父を訪ねて我が家を訪れました。特によく覚えているのが、茶髪でメガネをかけた青年です。彼は物腰が柔らかく、父の友人の中でも特に頻繁に我が家を訪れていました。その彼が、両親の離婚後にも我が家を訪れたことがあります。父の友人は言いました。ねえ、お父さんが今住んでいる場所知ってる？私は、知ってる、と答えました。すると父の友人は嬉しそうに尋ねました。本当？じゃあ、案内できる？私はもう、父の車に乗せられて何度もその家に行っていたので、道案内には自信がありました。私は、うん、と答えました。それから私は、父の友人の車の助手席に乗って道案内をしました。父の家の道はやっぱりよく覚えていて、私たちは滞りなく父の家、とあるアパートの一部屋です、の前まで来ました。どの家？あれ？へえ、どの部屋？あそこ、右の隅っこ。私たちはそんなやりとりをしました。私はてっきり、父の友人は車を降りて父の家へと向かうと思いました。父に会いに来たに違いないと思ったからです。しかし、父の友人は、わかった、ありがとう。じゃあ、帰ろうか。と言って、車を再び発進させてしまいました。私は、あれ、父に会いに行かないんだ、と思いながらも、大人がすることですから、そんなこともあるんだなぁと思いながらおとなしく助手席に揺られ、そのまま帰宅しました。それからしばらくして、父と連絡が取れなくなりました。何度かけても、父が電話に出なくなったのです。いいえ、電話自体繋がらなくなっていたかもしれません。そのあたりの記憶は曖昧ですが、父の元へと繋がらない電話を何度も何度もかけながら、約束したのに、約束したのに、と泣きじゃくったことだけは鮮烈に覚えています。何の約束かは覚えていません。多分、何日おきに電話をするというような約束をしていたのでしょう。結局、父とはそれっきり二度と会いませんでした。成長するにつれ、離婚というのがデリケートな問題だと認識するようになった私は、家で父についての話題を出すことを避けるようになりました。父のことは母にとっては嫌な思い出でしょうから、当然、母から口にすることもありません。お互いに抵抗なく父のことを口にできるようになったのは、本当につい最近のことです。ある日、母と私で買い物がてら、父に関する思い出話をちらほらと話していたとき、ふと父の友人とのドライブを思い出して、そのことを母に話しました。すると母は絶句し、お父さんの友達って、あのメガネかけた人？と固い声で尋ねてきました。私は、え？うん、そうそう。あの人うちによく来てたよね。
というと、母は衝撃的な一言を放ったのです。あの人、借金取りだよ。その一言に、私は飛び上がらんばかりに驚きました。しかし、もっと驚いていたのは母の方です。車に乗せられたって、いつ？うわぁ信じられない。そんなことがあったの、知らなかった。としきりに恐々とした声を上げ、そんな人についていっちゃダメだよ。と、もうすっかり大人になった私に言います。では、皆様の米を見ていきましょう。子供にまずいところを見せない理性はあったから借金取りに見えなかったんでしょうね。でも離婚後とはいえ、借金取りから逃げて愛人宅に転がり込んで、子供ともそこで会うような父親には。誰にもお父さんの居場所教えちゃダメって言っておかないと。後日、他のお友達も連れて遊びに来たんだね。一番まともそうな奴が一番やばかったりするよね。次は地下労働施設での再開編。では次の話に移ります。第2話目は、ジェンダーの女、です。胸クソ注意。つい一週間前の話。少し前から俺は出会い系アプリにハマっていて、いろんな女の子と遊んだり飲んだり、うまくいった時はホテルへなんてことを繰り返していた。A 子と会うことになったのもそんな時だった。A 子の第一印象はかなりの美人。はっきり言ってドストライクの女の子だった。会話も盛り上がり、初めて会ったとは思えないくらい楽しめたし、途中からは彼女になってくれたらいいな、なんて思い始めたくらいだ。時間を忘れて楽しんでいると、だいぶ時間が経っていたようで、そろそろ終電を気にし始めた頃だった。正直このまま一緒に朝まで、なんてことを考えないわけではなかったが、なんとしてもこのことは今後も長い付き合いをしたいと考えていたため、紳士を装い。そろそろ終電だねー、駅まで送ろうか？なんて言葉を彼女に投げかけた。すると。もう少し飲みたいなー。私の家この近くだから飲み直さない？と世の男たちが女の子との飲み会で一番欲しいであろう回答が返ってきた。え？いいのこんな時間から？有頂天の俺はなるべく平静を装い言った。全然大丈夫。私一人暮らしだし。100点満点の回答だった。ここまで来たら善は急げだ。早々に会計を済ませ俺たちは店を後にして、コンビニで酒やつまみを買ってタクシーで彼女の家に向かった。もちろんコンドームは常時カバンに入れてあったので問題なしだ。彼女のマンションはわりかし今時のおしゃれな作りのもので、いいとこ住んでるなぁとのんきに思っていた。彼女の部屋に入るまでは。彼女の部屋はいわゆる片付けられない人の部屋。その中でもかなりひどい部類だった。玄関には靴やら傘やらが重ねてあり、部屋の中もコンビニ弁当の空箱や、ペットボトルのゴミだらけ。さらにその下にはカバンやら服やらが敷き詰められるように散乱していた。彼女は別段気にする様子もなく、ガーッと手でゴミを分けて場所を作るとそこに、コンビニで買ってきた袋を置き。さっ飲もうか？と俺に言ってきた。俺も内心引きつつも、酔っ払っていたこともありとりあえず飲み始めることに。やはり会話は楽しくとても盛り上がるのだが、時折強い香水の匂いに混じってくる据えた匂いを感じるたびに、なんでこんな普通で可愛いこの部屋がこんなに汚いんだろうと思っていた。1、2時間くらいすると俺も彼女も相当酔っ払い、どっちからともなくそういう雰囲気になり、ゴミの中だったが性欲には逆らえずにその場でことに及んでしまった。場所は問題だったが、こんな可愛い子とその日のうちにここまでの関係になれて、彼女になれるのかななんて考えていた。あの最中も彼女は積極的で、体の相性も抜群だし正直最高だったので、ぜひとも長い付き合いをしたいと考えていた。しかしそこからだ、急に彼女の態度が変わっていった。それまで普通に話していたのに後ろを向いてピコピコ携帯をいじり出し、全く俺に話しかけてこなくなった。どうかしたの？と話しかけても。別に。と一言だけ。さっきまであんなにラブラブで盛り上がっていた彼女はどこに？というくらいの素っ気なさだ。急に居心地の悪さを感じた俺は。シャワー借りてもいいかな？と問いかけた。すると彼女は。シャワー壊れてるから。
と言ったきりまたしても黙り込んでしまった。内心、風呂どうしてんだよと思いながら。そっか、したらトイレ借りるね。と言い、彼女が無言でうなずくのを確認した後トイレに向かった。彼女の家のトイレはバスタブと繋がってるユニットバスタイプだったんだが、ここもまたひどい荒れようで、かろうじて小便ができる程度のスペース以外は、得体の知れないゴミなどが散乱していてひどい匂いが漂っていた。バスタブの中にまでゴミで埋まっていて、小屋壊れているわけじゃなくてゴミで使えないだけだろ、と心の中で毒づいた。小便をしながらこの後どうしようかなと考えていた時だった。視界の端に違和感を感じた。違和感というかあってはないものがあるように見えた。ちょうどバスタブと床の接地面のところに、小さい手のようなものがゴミの隙間から飛び出しているように見えたのだ。え？かがんで近くで見ると、それはかなり小さく黒茶色でカピカピに乾燥していた。目を凝らして見てみると確かに爪のようなものがあった。ひ。それ以上それを見る勇気はなかった。俺は彼女に。ごめん、用事ができた。とだけ言って逃げ出すように部屋を飛び出た。彼女は特に何の反応も示すこともなく、こちらに見向きもせず携帯をいじっていた。さすがにもう彼女に連絡する気はもう起きなかったが、その日から毎日悪夢を見るようになった。黒い泥水のようなものが入ったお風呂の中から、赤ちゃんの声が聞こえてきて、どんどん声が大きくなり、声の大きさがピークに達したところで目が覚めるのだ。俺の考えすぎなのか。もう同じ夢を一週間見続けている。正直オチもないんだがお祓いやなんかのつてもないし、さすがに精神的に参ってきた。なあ、あれは赤ちゃんじゃないよな？リスナーの皆様の反応を見ていきましょう。親部の友人の家で、あまりにも床が汚すぎて靴下の上からビニール履いたら、二度と呼ばれなくなった。いや、お祓いとかより、その家から出てまっすぐ交番行けよ。ジェンダー入るだけでクソ気になる。世の男性は、高根の花より多少好きのある女性が良いのだろう？そうだよ。せやな。では次に参りましょう。第3話目は、来る、です。どっぞ。うちのいとこのおばさん、母の姉は、ちょっと頭おかしい人でね。まあ一言で言うと。時々、昔死んだ彼氏が私を呼ぶのよ。ってセリフを、親族で飯食ってる時とかに平気で言う人でね。2年くらい前から、離婚したい。が口癖だったんだ。そいで、3月にそのおばさんの娘が大学に合格して、じいちゃん、母方、の家で親族で集まって、合格祝いしたんだよ。最初は和やかな雰囲気だったんだけど、しばらくするとおばさんがまた離婚話を始めてね。旦那子供の前でね。旦那さんはほんとすげえいい人で、どんだけいい人かっていうと、長くなるから割愛すっけど、とにかくできた人でね。その離婚話ってのが、いかにおばさんの勝手な話かってのは、おばさんの母親である家のばあちゃんとじいちゃんが、旦那さんに泣いて謝るくらいなんだ。祝いの席で始まった離婚話。最初はみんな、またかよ。ってスルー方向だったんだけど、ふとおばさんの娘の方見ると、なんかすげえ泣きそうだったのね。もう恥ずかしくてしょうがない、みたいな感じね。娘はすごい頑張り屋で、ほんと今時珍しいくらいいい子でね。普段の彼女知ってるから、なんかそれ見たらすげえ腹が立ってきた。さらにじいちゃんも真っ赤になってて、今にもブチギレそうだったから、ちいきしょい、俺がやってやるー、って思って。おばさんいい加減にしろよ。みっともないぞ。的な言葉を言ったわけです。ぶちまけましたよ。親族代表としてね。あん時のおばさんの顔は、今でも忘れないね。最初、真っ赤になった顔が一気に真っ青になって、俺が喋り終わるやいなや。あんたみたいなガキに何がわかるってのよ。って調子合うと。ほんと内心すげえ怖かったけど、でもよく言ったって顔してる親族一同の顔見たら、ここで引いたらダメだと思って、なおも喋り続けたら、ほんと顔面蒼白になってね。おばさんがふらつき出したんだ。さすがにこれ以上はやばいかな？って思ったうちのママンが、それぐらいで、先に帰ってなさい。で、俺ら子供衆を家に戻るように促したのね。
ちなみに、うちとじいちゃん家は同じ敷地にあって、徒歩10秒ぐらいなの。で、俺と姉貴と弟といとことで家に帰って、4人でゲームやってたんだ。いとこにはほんと何度も謝ったんだけど、逆に。ありがとう。とか言われて、姉貴と弟には。よく言った。とか言われて、正直まんざらでもなかったんだ。しばらくするとうちのママンが戻ってきてね、開口一番にこう言ったんだよ。マジで一言一句忘れもしない。今すぐ荷物まとめて、おじいさんのとこに逃げなさい。は？何？なんかあったの？ワクワクが隠せない姉貴と弟の声のトーンとは超対照的に、ママンの声のトーンは低くてね。とりあえずいとこに遠慮して、廊下で二人で話してたんだ。あの後は、もうあんたに対する罵詈雑言の嵐よ。罵詈雑言なんてもんじゃないわよ。殺すって言ってたわ。もう誰が何言っても聞きやしないし、今晩おばあちゃんの家に泊まるみたいだし。遠くから聞こえる桃鉄の BGM。あんなに暗く聞こえたのは初めてだった。とりあえずいろいろ突っ込みたいこともあったけど、まさか？って笑って部屋に戻ったんだ。その後、おじさんが来たりいろいろあったんだけど、結局11時頃には、おじさんといとこはおばさん残して帰ってね。で、3時ぐらいにはママンもパピーも弟も寝てて、俺と姉貴2人で映画見てたんだ。電気消してね。そしたら庭の方から、砂利の上を歩く音がしてね。もうそん時は、前置きなしで俺も姉貴も直感したんだ。おばさんだ。映画の音量下げて、耳凝らして外の音聞いてると、確実に俺の部屋の窓んとこぐるぐる回ってんだよ。最初は面白半分で笑ってた姉貴も、急にマジになってさ。私がうまく足止めするから、裏口から逃げろ。で、すぐ車庫に行け。こやほんと冗談じゃないよ。とか言い出す始末でね。俺も軽くパニックって、なんかバッグに下着とか詰め始めてね。とりあえず車のキーと財布と携帯とタバコ持って、裏口でスタンバイしたんだ。そんで、同じタイミングで外に出る俺と姉。俺の部屋の窓と車庫は7メートルぐらいあって、今のままじゃ下手すや、車に乗ろうとするとおばさんと鉢合わせになっちゃうんだ。だから物陰に隠れて耳を凝らしていると、姉貴の声が聞こえてきた。おばさんどうしたの？こんな時間に？そっから先は姉貴の声しか聞き取れなかったけど、なんかだんだん声が離れていった感じがしたのね。そんで、時折笑い声とかすんの。さすが姉貴はおばさんに超好かれてるだけあんな、とか思いながら、ダッシュで車庫に行って、車のエンジンをかけたのね。よし行けると思い、ギアをバックに入れてライトをつけると、ものすごい顔をしたおばさんの姿が映ってたんだ。あの瞬間は本当に背筋が凍った。だってさ、作業用スコップ持ってたんだもん。そっから先は鬼バック。急発進。チャーリーなエンジェルも真っ青なフルスロットル。近くのコンビニに着いて、速攻姉貴に電話をすると。いやスコップですよ。でもやっぱ完全に、殺意の対象はお前のみ。私とか全然笑顔でトークしてたよ。あの史跡で、誰もお前のことをフォローしなかったのは大正解だったね。と大爆笑なあね。殺意の対象が俺のみじゃなかったら、あんな無茶なことしねえよ。とか言いつつも、内心家族が心配で、その日は姉貴と弟に寝ずばんを。持ち武装した状態で。そして、明け方着いた祖父の家で、自分の車を見てびっくり。傷だらけ。引っかき傷だらけ。つかおばさんさ、車庫にいたのかよ。おばさんはその数日後、神奈川だかの病院に入院して、今は退院して元気だそうです。多分。それまでいろんな心霊スポット行ったりしたけど、生きてる人間が一番怖いです。グッジョブ。面白かったよ。なんだかんだ言って一番怖いのは生きた人間だよね。いや、ちょっと待ってくれ。おばさんがずっと車庫にいたのなら、家の周りをぐるぐる回って、ついでに姉さんと談笑しつつ離れていったのは誰だ？寝静まるまで車庫にいたってことだんべ。私が本人なら正当防衛でそのおばさん殴るだろうな。スコップでも切りかかられたら肉なんて簡単にすっぱりいっちゃうから、父のスコップ武装は恐ろしい。おばの旦那は、なぜこの気違いを置いて帰ったのかが疑問。もう相手しきれないから。メンヘラは甘やかせば甘やかすほどつけ上がるし、攻めれば死するし、どうしようもない。死んでも余計厄介な場合もあるしな。
入院して今は元気っていうなら、やっぱり病気だったのかね。おばちゃん怖すぎる。でも生きててよかったな。スコップに対抗できる工具といったら、やっぱ金手こっしょ。でっかいのは鈍器だよね。私持ち上げることすらできなかった記憶がある。鈍器じゃないよ、鉛筆は刃物だよ。木の根っこも容易に切断できるんだから。人に向けたらずっぱり行くよ。関節狙えば手足首くらい吹っ飛ぶよ。まあ、スコップは塹壕戦において無類の強さを発揮した立派な武器だしね。怖や怖や。リスナーの皆様の反応を見ていきましょう。なぎなた団持ちのばあちゃんが、スコップで100キロ近いイノシシ一撃で仕留めたのガキの頃見たことある。あん時は孫たちを守るのに必死だった。って笑顔で言ってたけど怒らせちゃダメな人だと理解した。スコップ持ちの父はやばい。一致の脳みその散らかり具合に鼻で3回笑った。おばさんキャラ濃すぎー。4つ年上のおばさんとかいう題でシリーズ化してほしい。おば、怖い。お化けより怖い。出たー耳を凝らすやつ。スコップ振り回していいのはエビス沢くるみだけ。では次に参りましょう。第4話目は、笑っただろ、です。胸クソグロ閲覧注意。これは私が高校生の時に体験して、未だその体験が現在の私の人生に影を落としている。そんな話です。今から10年前の冬、ちょうど世間が東日本大震災で騒然としていた頃、私は東北のある県に住んでいました。幸いなことに、私たちの住んでいた町は津波の被害を受けたわけではありませんでしたが、それでも甚大な被害を受けました。私の住んでいた家は地震により大きな被害を受けて、避難所での生活を余儀なくされていました。そんな中で、当時仲の良かった友達、仮に A 子とします。A 子は、もともと両親が A 子が幼稚園の時に交通事故に遭い両親とも亡くしていました。A 子はその後、父方の祖母と二人で暮らしていました。しかし地震により A 子の家は全壊。一緒に住んでいた祖母も地震で亡くしていました。そんな A 子と私たち家族は避難所で共に生活を送っていました。そんなある日、毎日塞ぎ込んでいた A 子が嬉しそうな顔で私に話しかけてきました。今度、昔大好きだったいとこのお兄ちゃんの家で住まわせてもらえることになった。A 子は昔から仲の良かったいとこ。5歳上で社会人1年目の家に住まわせてもらえることになったそうなのです。それは良かった。A 子ずっと好きだって言ってたもんね。祖母を亡くして塞ぎ込んでいた A 子が見せた久しぶりの笑顔を見て、私も必要以上に明るく振る舞いました。しかも B は一人暮らしで彼女もいないんだ。いとこ同士って付き合ってもいいんだっけ？いとこは確か結婚できたと思うよ。ちょっと早いけど明後日から B の家に行くんだ。おじさん、おばさん、今までご迷惑をおかけしてすみませんでした。本当にありがとうございました。A 子は私の両親にそう挨拶すると、残っている少ない荷物をまとめ始めました。よかった。A 子が元気になって。その時はどこか他人事のようにそう思っていました。B の家は大阪にあるらしく、A 子は2日後の朝に出発するとのことでした。ねえ私、B に会うの久々すぎて緊張するから一緒に来てくれない？ええ、私会ったことないから私こそ緊張するし、二人っきりお邪魔したら悪いじゃん。お願い、おじさん、おばさんいいよね？私も一緒に連れて行っても。そうだ私、連れて行ってもらいなさい。ここの空気にも疲れてきているだろうし、息抜きにもなるだろう。ええ、そういうことならまあいいよ。じゃあ私もお泊まりの準備しないと。そういう流れで私も2泊3日で大阪の B の家までお供することになりました。そして2日後私たちは大阪に到着。へえ、なんかこっちは地震なんかなかったみたいな感じだね。どこか寂しそうに、A 子は大阪の行き交う人々でごった返す街並みを見ながら言いました。そうだねー。あ、本場のたこ焼き食べようよ。A 子は微妙な空気に気づいて無理に明るく振る舞おうとしているようでした。こんにちは。私たちは B の家に到着しました。いらっしゃい。遠くまでご苦労さん。お、
自分が A 子の友達の私ちゃんか。いっつも話は聞いてるで。ほなちょっと狭いけど入って。B は関西弁を使う、イメージ以上のイケメンでした。A 子、B さん本当にかっこいいじゃん。でしょ、狙ったらダメだからね。二人でひそひそ話をしながら B の部屋に上がらせてもらいました。B の部屋は一人暮らしをするにしては少し広い 2LDK でした。すごい広い。もともと彼女と同棲してたからな。もう振られてもうたけど。A 子はニヤニヤしながら部屋を見回しています。こっちの部屋を A 子と私ちゃんで使って、私ちゃんも売れるだけおっていいねんで。ありがとうございます。でも両親が心配するんで。二日間お世話になります。ねえねえ B、大阪観光連れてってよ。お前は相変わらず元気やな。よっしゃ、じゃあ二人ともちゃちゃっと用意して出発しようか。そうして私たちは B に連れられて大阪観光を楽しみました。被災後の塞ぎ込んでいた気持ちを忘れて、ずっと笑顔でいろいろなところに連れて行ってもらいました。こんなに笑ったのは久しぶりでした。それがあんな悪夢を連れてくるとは、その時は全く思っていませんでした。そしてその夜、疲れた私たちは B の家へ帰り、遅い晩ご飯を食べて、今思えば遠い地に来て気持ちも大きくなっていて、A 子と私は未成年でしたが、少しお酒を飲んだりして楽しみました。そして深夜2時頃 B が、ごめんやけど、ちょっと知り合いに呼ばれたから2、3時間だけ出るわ。二人とも鍵ちゃんと閉めて寝といてな。そう言うと B はバイクに乗って知り合いの家へ向かいました。じゃあ私たちも寝ようか。明日また B に大阪観光連れて行ってもらおうね。そうだね。そうして私たちはフローリングに敷かれた布団に並んで寝転び、慣れないお酒のせいかすぐに眠りに落ちました。が、いないよ。そんな声のようなものが聞こえ、私は目を覚ましました。その時気づきました。私の口にはガムテープが貼られ、両足もガムテープでぐるぐる巻きにされていました。腕は自分の背中側で組まれていたのですが、動かせなかったので腕もガムテープで巻かれていることが想像できました。何、これ。A 子は？そうして横に寝ているはずの A 子の方を振り向くと、真っ暗な闇でした。違います。真っ暗な闇だと思ったのはボサボサな黒い髪の毛でした。そう気づいたと同時にその髪の毛の後ろに見える、到底人間にこんな顔ができるのかというほどの恐ろしいニヤついた目が、キラリと光ったように感じました。おい、お前、笑ったやろ。そう聞こえました。何？何の話？ A 子は？ B さんは？そんな様々な疑問が出てきましたが、そんな疑問について考えていると悪臭が鼻につきました。腐った卵のような、そんな匂いです。おいごら、お前笑ったやろ。そう言うとその目の前の人は口をニヤッと開けて、隣で寝転んだまま私に顔を近づけてきました。声を上げようと体をバタつかせている私の腹を、その人が思いっきり殴りました。この時に私は目の前の人が太った男で、そしてこの部屋にはなぜか私しかいなく、おそらくこのまま死ぬんだとわかりました。お前ら今日、〇〇の前で俺見て笑ったよな。楽しいか？自分より下の人間見て笑って？何歳やねんお前。親から習わんかったんか？お前みたいな最低な娘の親やから、そんなことも教えへんようなクソみたいな親なんやろな。そんな感じのことを大きな声でとてつもない早口でまくし立ててきました。私には何のことかわかりません。確かに今日〇〇の前は観光の時に通りましたが、こんな男を見た覚えも、ましてや笑った覚えなど全くありませんでした。大声でまくし立てた後、男は私の口のガムテープを剥がしました。なあ、なんで笑ってん？男はさっきと打って変わって、気持ち悪いほどゆっくりそう聞いてきました。私は、あなたと会ったことも、ありません。そう声を絞り出しました。そう話を得るか終わらないかの時に、さっきと同じ衝撃がまたお腹に加わりました。痛い。またお腹を男に殴られました。なんや、悪いんはこの口か？頭か？なあどこが悪いんや？そう言うと男は私の口を指でこじ開けて、もう片方の手の指を入れようとしてきました。男の口から喋るたびに悪臭が鼻をつきましたが、
この男の手の匂いはその日ではありませんでした。私は耐えきれずおえつを漏らすと、男はニヤついた顔が瞬時に怒り狂った顔になりました。なんや、俺が臭い言うんか？それで通りすがりに見下して笑ってんのか？何様や自分。後悔しても遅いぞこら。そんな感じのことをまた大声でまくし立てて、私の口の中に強引に指を突っ込みました。味わったことのない、腐ったような味が口の中に広がり、すぐに胃の中のものがせり上がってくるのを感じました。おえー。私は嘔吐しました。すると男はまたニヤついた顔に戻り、涙を流す私の口から指を出しました。なんで、こんなこと、笑ったりなんかしてません。でも、〇〇を通っていたのは事実です。その時にただ別の話で笑っていただけだと思います。勘違いさせてしまったのならすみません。私は声をえつまじりに絞り出しながら、男の許しをこいました。関係あらへん。お前は俺見て笑ったんや。それでこの話はしまいや。次は俺が笑う番。それだけの話や。そう言うと男はむくっと起き上がり、ズボンのポケットから何かを取り出しました。ほら、口開けや。すると、片手にもかかわらずとてつもない力で私の口をこじ開けました。そして、その中に先ほど取り出した100円ライターを私の口の中に入れました。口閉じろ。私は黙って口を閉じました。その瞬間。とも。とも取れる。そんな音が頭の中で聞こえました。どうやら私はライターを口の中に入れた瞬間顔を殴られ、口の中のライターが爆発したようです。口の中に血の味とガスのようなオイルのような火薬のような、よくわからない匂いと味が充満しました。そんな痛みに苦しむ間もなく、また顔を殴られました。口から大量の吐砂物と血が吐き出されました。私はもう声を出すことをやめました。この男には話は通じない。私はこのまま死ぬのだ。男はまた立ち上がり、先ほどとは逆のポケットからまた何かを取り出しました。今これが現実なのか、夢なのか、何なのかも全くわからず意識が混濁していましたが、男が取り出したものが暗闇の中ではっきり見えました。それは透明な瓶のようでした。そしてその中には何か薄ピンク色の糊のようなものが入っているのがわかりました。この時から闇の中にもかかわらず、なぜ色まで分かったのかは今でもわかりません。男はその瓶、栄養ドリンクほどのサイズの蓋を開けました。そして私の前にしゃがみ込みました。お前も笑われる側になるねん。他人の気持ちわからんねやろ。わかるようにしたるからな。そう言ってニヤッと笑うと、私のもう閉じる力もない口の中にその瓶の中の糊のようなものを流し込みました。その瞬間今までのものとは全く異質な、そして強烈な悪臭が鼻の中を通っていきました。そしてせり上がる吐き気。しかし男はそれを察していたのか流し込みながら私の口を閉じました。その間も瓶から流れ落ちる糊のようなもの。私の鼻の中や目の中にも入りました。もう匂いも味もわかりません。飲み込めや。そうぼそっと男はつぶやきました。これ以上の抵抗は無意味だと察していた私は、吐き気を抑えてその口の中の糊を飲み込みました。またすぐ吐き気が襲いかかりましたが男が口を抑え続けていたため、少し口から溢れる程度でした。しかし出口のない吐砂物は鼻から出ようと逆流し、私は大きくむせました。しかしもう8割方の糊は飲み込んでいたようです。気ぃつけや。そう言うと男は私の顔をベロッと舐めて、そのまま部屋から出ていきました。それから何分そうしていたでしょう。気づくと私の横でパニックになっている B と、泣きわめく A 子の姿が見えました。目が覚めると私は病院のベッドの上でした。横には泣き疲れたのか A 子が目の横に涙の跡を残して寝ています。私が A 子と呼ぼうとした時、口が開かないことに気づきました。そしてまたあの夜がフラッシュバックして私は大暴れしました。このあたりは私も周りから聞いた話などで保管しているだけで、記憶が曖昧です。また目が覚めると横には私の両親が、その足元には土下座をする B がいました。私が目覚めたのに気づいた両親。父は黙って B を連れて病室を出て行き、母は泣きながら私を抱きしめました。私の口の中は何針も縫う大怪我で、歯も5本なくなっていました。
その後警察が病室に来ては色々と事情を聞かれて、その度にフラッシュバックしては暴れてを繰り返していました。そして、あの日のことを母から詳しく知らされたのは、そんな日々が少し落ち着いた頃でした。あの日 A 子は私と寝た後、すぐに目を覚まして B に連絡して会いに行ったそうです。鍵をかけずに。そして、あの髪のボサボサな小太りの変質者は、B の家を出てすぐのところで職務質問され、暴れた後逮捕されたとのことでした。そして私はその後、A 子、B と、二度と会うことはありませんでした。そしてあの時あの男が私に飲ませたノリですが、中身が何か何度も聞く私にしぶしぶ刑事さんが教えてくれました。本当に聞かない方がいいと思いますが、事件後の私さんの口の中などから検出したところ、加害者の血液と体液であることが判明しました。なんとなくわかっていました。しかしここからは私の想像をはるかに上回る情報でした。そして、その血液、体液から HIV の陽性反応が出ました。視聴者の皆様の反応を見ていきましょう。今まで聞いた中で一番ゾッとする話。施錠せずに外出した友達の道義的責任は重いな。10代の娘を会ったこともない20代の男に預ける両親が信じられん。見たの後悔するほどの閲覧注意は久々だ。家出た後に鍵かけたか不安になって確認しに戻るレベルの心配性は改めて震える。では次に参りましょう。第5話目は村八部です。胸クソ注意。10年前まで私は東北地方の村に住んでいた。私の村は田舎も田舎で、コンビニなんかはもちろんカフェもなく、一本しか道路が通っていない森の中にあるような村だった。私と同じ年の子供なんかは村の中にはおらず、学校が休みの日なんかは一人でゲームをしたり、森の中や近所のおばあちゃんの家が私の遊び場で、しょっちゅう一人で遊び回ったりしていた。物覚えついた頃からこうだったので、特に不満も違和感もなく過ごしていたし、村中の人間は全員家族のように私に接してくれていたので、私はこの村が大好きだった。私が小学校高学年に上がった頃、村に外部から N さんという一家が移住してきた。一家といっても母とこの二人家族で、もともと東京に出ていたらしいのだが、N 母の病気をきっかけに、のどかで持ち家があるこの田舎に戻ってきたのだという。持ち家はこの田舎にしては結構立派で、よくみんなが集会という名の飲み会や、お茶会の会場として使っていたので私もよく母に連れられて行ったものだった。そのせいか母や父や近所のおばさんが、なんで今さら戻ってきたんだ、と陰で噂しているのを何度か聞いたのを覚えている。N さんは穏やかでとてもいい人だった。村では比較的若くて、多分40歳手前くらい、新参者だったためか、草むしりや重たい荷物の運搬や村の雑務をかなりの頻度で頼まれていたが、嫌な顔一つせずいつも笑顔でこなしていた。N さんが移住してきて3ヶ月ほど経った頃、いつものように私が学校から帰っていると、後ろからクラクションが鳴らされた。私ちゃん。車の中には N さんがいて、歩くと大変でしょ？村まで送るよ。と言ってくれた。私の家から学校までは子供の足だと、歩いて1時間ほどかかる道のりだったのだ。両親や村の人間はあまり N さんをよく思っていないと子供心にわかっていたが、私はいつもニコニコしていてどことなく知的な N さんが好きだったので、すぐに送ってもらうことにした。車の中で N さんはいろいろな話をしてくれた。今流行っているゲームや東京での暮らしのこと、携帯電話や新幹線や飛行機など、テレビでしか見たことのない私にとっては、夢物語のようでとっても刺激的だった。また N さんの家には最新のゲーム機があり、なんと家に来て遊んでもいいよ、と言われたのですごく興奮したものだ。それからというもの、道で会うときは必ず村まで送ってもらい、休みの日は N さんの家でお菓子をいただきながらゲームをするというのが、私のルーティンになった。自分の家と違って N さん家にはうるさい両親もいないし、不謹慎だが N さんのお母さんも寝たきりでほとんどどこから出てこないので、気を使わずに過ごせるし、正直小学生の私にとっては天国みたいな場所だった。もちろん私の両親も知っていたが、父が、
外もんとゲームばっかしてバカになるぞ。と言ってくるぐらいで、そこまでうるさく注意することもなかった。あの時までは。その日村では集会という名の飲み会が開かれていた。会場はもちろん N さん宅、N さんは大量のお酒を半分無理やり、村の人間に飲まされて潰されてしまったようで、帰ってきた父が満足そうな顔で。東京もんは話にならん、俺らを差し置いて潰れて寝ちまった、ガハハハ。と笑っていた。翌日村は大騒ぎになった。なんとその日 N さんは、村長を車で病院に送っていくという約束をしていたのだが、前日の深酒がたたったのか寝坊をしてしまったのだという。この村では村長は一番のいわば権力者のようなもので、ものすごい剣幕で怒鳴り込んでいったそうだ。父がすごい勢いで家から出て行ったのを見て、私もすぐについて行った。よそ者が舐めとんのか、人手なしが。十数人の村人が N さんの家を囲んで罵声を上げていた。おおよそ、ただ寝坊した人に投げかけるものではない罵声を浴びせられた N さんは、玄関先で土下座をして謝っていた。その日から N さん系の嫌がらせは陰湿なものになっていった。まず村人は徹底して N さんを無視するようになった。N さんが挨拶しても無視して、あれいアホみたいな声が聞こえたな、とケラケラ笑ったり。歩いている N さんギリギリに車を近づけて、死にたいんかー、と叫んだり。おおよそ大人と思えない陰湿な嫌がらせ。本当に何かに取り憑かれたように、村のみんなで嫌がらせをしていた。うちの両親も例に漏れず、毎日 N さんの悪口を言っていて、私にも。二度と N と口を聞くな。車にも乗ったらダメ。家にも行ったらダメ。と、ものすごい剣幕で言われ N さんにも直接言ったみたいで、帰り道 N さんの車が通っても私が誘われることはなくなった。そしてみんなことあるごとに N さんの家に言いがかりをつけに行っていて、N さんはというと謝るばかりで怒ったことがなく、まさに村のみんなの吐け口にされるがままになっていた。ただ、そんな N さんが一度だけ私の家で集会をしている際に乗り込んできたことがあった。私の車をパンクさせたのは誰ですか？車がないと仕事へも行けないし、私の母を病院に連れて行くこともできません。私への暴言はいいですが、生活に関わる車にいたずらをするのはやめてください。この通り寝坊の件は誠意を込めて謝ります。私は皆さんと仲良くやっていきたいんです。すると誰ともなく。そんなん知らんボケー。よそもんが人のせいにするな、嫌なら村から出てけ。お前の母親が臭いんじゃ、迷惑だから病院なんか連れてくな。と寄ってたかって罵声を浴びせ始めた。あまりの罵詈雑言に、私は震えて泣いてしまったのを覚えている。N さんもあまりの言われように何も言えずに引き返していったのだろう。父たちが、ほんまに根性がないのを、などと会話をしていた。それからほどなくして、N さんの母が亡くなったのを両親の会話から知った。もちろん私もお葬式に参列していないので、詳しいことはわからないがどうやら持病で亡くなったそうだった。子供心ながらに不憫だなと感じていたが、その頃から N さんの様子がおかしくなっていった。仕事を辞めたのか、一日中 N さんが家の前でパンツ一丁で、はは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 っか、と笑っていたり、家の外壁を変な模様で描き殴ったり、気功に走り出したのだ。最初のうちは罵声を浴びせたりしていた村人も、全く村人に反応せずに気功を行う N さんを気味悪がり、誰も近づかなくなっていった。これは後からわかったのだが、N さんの母が亡くなってから48日目の日、私が下校していると。私ちゃん。と N さんが急に林から出てきた。私はよっとして身構えたが、N さんはあの頃の普通の表情をしていて。明日村を出るから最後に話をしよう。と話しかけてきた。ええ？と驚きつつ、正直村の人や両親に見られたら、なんて怒られるかわかりやしないと思っていたが、そんな考えを見抜いたのか。大丈夫、そこの雑木林で話せば誰もいないから。と言われ N さんについていくことにした。そこで N さんは私にいろいろな話をしてくれた。N さんには私と同じ年くらいの子供がいるが、離婚して母方についていったため私に娘を重ねて見ていたこと。自分はあの村には合わなかったこと。私ちゃんみたいな子は、あの村を出ていろいろな経験をしてほしいということ。物事を人に言われたからではなく、自分の意思で見極めてほしいということ。
そして最後に。明日の早朝、村を出るから私ちゃんに最新ゲームをあげるね。裏口の鍵を開けておくから誰にも見られないように取りに来て。リビングのちゃぶ台の上に置いておくね。それじゃ元気でね。と言って私の頭を撫でて去っていった。N さんがいなくなって寂しいという気持ちもあったが、あのゲーム機をもらえる嬉しさが勝り、両親にバレずにどこに隠そうかなんてことを考えていた。そして翌日ドキドキしていつもより早起きした早朝、遊びに行ってくるといい家を飛び出し、一目散に N さんの家に向かった。幸い村人の誰にも会うことなく、N さん家の裏口までたどり着くと、言っていた通り鍵はかかっていなく、そそくさと家の中に入っていった。家の中に入り、リビングに近づくと違和感を感じた。ものすごい異臭がするのだ。糞尿のような匂いだった。なんだろうと思ってリビングのドアを開けた瞬間だった。私の顔面に黒くて硬いものがバチバチと当たった。今考えるとハエだったんだろう。私がそんなことを考える暇もなく、天井からぶら下がった裸の N さんが目に飛び込んできた。N さんの下には、糞尿と体液まみれのゲーム機と大量の写真が置かれていた。私の両親や村人の写真が目に入った瞬間、ものすごい絶叫が聞こえてきた。その絶叫が自分のものだと気づいた時、私の意識は遠のいて、次に起きた時は私は病院のベッドの上だった。両親がとても心配そうな顔で、大丈夫、大丈夫、と私を抱きしめてくれたのを覚えている。あの日 N さんは、私と別れてすぐ自殺をしたらしい。母の四十九日を待って、母を追って自殺をしたということだった。私は死体の前で倒れていたところを、絶叫を聞いて駆けつけた村人に発見されたそうだ。子供ということと、間違いなく自殺だったということで、私に警察から何か聞かれるということはほとんどなかった。また両親に写真とゲーム機のことを話したが、そんなものはなかったの一点張りだった。それよりもかなりカウンセリングを受けさせられたのを覚えている。村でもかなりセンセーショナルなニュースだったが、誰もこの件について話したがらなかった。N さんの家もさすがに集会に使われるようなこともなくなり、家の取り壊しも決定していたある日、村長が亡くなった。倒木に当たって頭が潰れたそうだ。それから村ではチェーンソーで指を飛ばしたり、山で落石にあったり、不可思議な事故が頻発して起こるようになった。みんな口には出さないが、N さんのことを思い浮かべたに違いない。私の両親もそこら辺からものすごく険悪な仲になり、N さんの件から一年も経たずに離婚して、私は母に連れられ母方の親戚がいる関東に引っ越した。その後、一切父とも村の人間とも連絡を取っていないので、その後村人たちがどうなったかは知らない。が、私の母は私が成人してから徐々におかしくなり、今では精神病棟に入院している。母を見ると他の村人もろくな人生を歩んでいないんだろうなと思う。後から聞いた話だが、母も親戚に紹介された職場で相当いびられたらしく、それが原因の一つで精神的におかしくなってしまったらしい。不思議とそんな母を見てもかわいそうという感情よりも、しょうがないね。という感情しか湧いてこない私も、N さんに呪われているのかもしれない。最近この村が統合されて亡くなったというニュースを見たので、記念にこの話を書いてみました。当時小さかったので、記憶が曖昧な部分もありますが実際にあった話です。あのゲーム機や写真は村ぐるみで隠蔽してたのかな?なんて、今は冷静に考えられたりするのですが、果たして警察の目をかいくぐってそんなことできるのか?今となっては母は話せる状態ではないので永遠の闇です。では、伊藤の皆様の感想を聞いていきましょう。まだ4分なんだけど、村人全員に天罰下ってくれと心底思う。因果が横行している話を自分用にプレイヤーに入れて繰り返し聞くとしたら、これはまず入る話。誰かに言われたから、とかじゃなく、自分の頭で考えて行動せいよ。ってのは本当に今の日本人に僕と思って教えたい。田舎あるあるで納得してしまった。なんであんなに閉鎖的なんだろうと不思議に思う。いやー、これはほんまに胸クソ話やわ。しかも、ほんまにありそうなとこが怖い。たたりがあるとすれば、むしろ小気味いいお話のようにも思えます。では、次でラストです。最後のお話は、Z
絶対に給食を食べない不気味な友人 S とその母親、です。ゆっくりしていってね。ちょっと変わってる、不気味な友達の話をしたい。いつもニコニコしてるやつっているだろ？誰の悪口も言わずに、ずっとニコニコしてるような無害なやつ。俺の中学にも一人いたんだよ。S ってやつなんだけどさ、ひょんなことから仲良くなったんだよ。七三分けで、糸目。別に不細工ってわけじゃない普通の顔。背は普通くらいだったかな。漫画とかに出てきそうなやつだった。あと、めちゃくちゃ姿勢がいい。背中に定規が入ってるのかってレベルで。なんでかわからないけど、S はクラスの連中からめちゃくちゃ嫌われてたんだよ。中学生って多感だろ？ちょっとしたことで大喧嘩するし、いじめにもなる。当時の俺はそういうもんだって思ってたし、特に気にしてなかったんだ。S ってさ、なんかちょうどいいんだよ。一緒にいても嫌味がないし、笑い方が上品なんだ。バカ笑いしないっていうか、うるさくなくて好きだったんだよな。S の陰口言ってる奴は俺には興味がなかったみたいだった。だからしばらくは普通に友達続けられてたんだ。そんな S なんだけど、ちょっとおかしいところがあった。まず給食。絶対に食べないんだ。一口もつけない。それで担任の先生から怒られようがお構いなし。S が俺の目の前で何か食べてるのを見たことがない。あと、時々青臭い匂いがする。青汁っていうか、なんか植物っぽい匂いなんだよな。いじめてた連中が。おめえ、くせえんだよ。って叫んでたから、多分俺だけじゃなくてみんな思ってたはずだ。もう一つは、家族の話をしたがらない。絶対ダメ。NG だ。かたくなに話してくれないんだよ。家の場所とかも絶対教えてくれなかった。俺は友達が少ない方だったから、S が大事な存在だったんだよ。当時から結構変なやつだとは思ってたけど、気にならなかった。だからよく慰めてたんだ。気にすんなって。俺らは二人とも文化部だったからさ、部活は軽めだったんだ。だから放課後はよく俺ん家で遊んでた。S の家って結構厳しいらしくて、ゲームとか全然買ってもらえなかったらしい。のめり込むようにやってたよ。なんかあの時間が楽しかったんだよな。俺ん家の晩飯ギリギリの時間まで粘って、夕方くらいに帰るんだ。毎日じゃないぜ。S は塾に通ってたみたいで、俺ん家に来るのは週にだいたい2日くらいだ。S、めちゃくちゃ頭良くてさ。定期テストとかだとトップクラスなんだ。よく勉強教えてもらってたよ。そんな話をしたらお袋が大興奮。お金は気にしなくていいから S 君と同じ塾に行って。って言われたんだ。俺もまあ、なんか楽しそうだなぁ、くらいに思ってたから、何の気なしに聞いてみた。どこの塾行ってんの？って。そしたら一瞬目を泳がせて。教えたくない。って言うんだ。S ってさ、基本的にはイエスマンなんだ。掃除当番押し付けられたり、嫌なことやらされたりしても。いいよ。ってニコニコしてるんだ。いじめてる側からすると、面白くなかっただろうな。何をしても苦しまないんだから。そんな S が。嫌だ。って言うんだぜ。最初は面食らった俺も、なんか徐々に腹が立ってきて、悪いこと思いついちまった。尾行してやろうと思ったんだよ。塾は駅前って相場が決まってるだろ？田舎でもそのルールは適用されるらしく、やっぱり駅に集中してたんだ。S が塾に行く日は月水金。いろんなことを考えて、金曜日に尾行することに決めた。いつもの交差点で別れた後、ぐるっと回って裏通りから出た。方角的には駅の方向だ。尾行って案外楽だなって思ってた。駅の中心に行くと、いろんな看板が見えた。S を追いながらどこの塾か探ってたんだけど、S はどの建物にも入らなかったんだよ。駅前をまっすぐ通り過ぎるだけ。駅外れの塾、でもなかった。おかしいな、って思いながら尾行は続けてた。徐々に建物が少なくなった、細い小道。相変わらず俺は S と距離を取りながら当てもない尾行をしてたんだよ。そしたら急に、俺の目の前で、白い軽自動車が路肩に止まったんだ。運転席に乗ってたのは、見た感じ二十歳くらいの若い女の人だった。びっちりスーツを着込んだビジネスウーマンって感じ。彼女は車の窓を開けて、明るい調子で聞いてきた。
もしかして、俺くんかしら？不気味な声だった。しゃがれてるっていうか、潰れてるっていうか、酒焼けとか声が枯れてる、とはまた違うんだ。見た目に反してババアな声って言えば伝わるか？えっそっくりにくしゃっと笑うんだよ。その笑顔がなんか怖いんだ。美人だったんだけど、化粧がめちゃくちゃ濃い。アイドルのモノマネ芸人で、化粧濃いやついたよな？ちょうどあんな感じだ。目のあたりが真っ黒で、なんか、見てて不安になる。ましてや面識ない、しかも年上の女性だぜ。俺、ビビりまくってさ。どぎまぎしながら、はぁ、って曖昧な返事をした。やっぱり、S の母です。少しねばっこい喋り方。でも抑揚がない。単調なんだ。話し終わると、似た後笑い出す。今でもあの笑顔を思い浮かべるとゾッとするんだ。俺、結構びっくりしたんだよ。自分のお袋と比べると若すぎる。再婚相手なのかなって思ったくらいだ。軽く会釈して通り過ぎようと思ったら、また声をかけられた。乗りなさいな。送って行ってあげるから。まじまじと車を見てみると、ところどころ塗装が剥げてるんだよ。錆だらけっていうか、まともに手入れがされてませんって感じ。肝心の S はもうとっくにいなくなってた。S の母親と話している間にどっかに行ってしまったんだろう。正直、逃げ出したかった。危ない人だって直感で思った。でも S の母親だし、これが原因で喧嘩するのもバカらしい。塾の話とか聞けるかな？っていう興味があったのは事実だ。少し迷ったけど、俺は車に乗ることにした。後部座席からでもわかるくらい、ボトル式の灰皿には吸い殻でいっぱいだった。車に乗ったことを後悔したのは、割とすぐのことだった。S の母親は行き先も告げていないのに走り出した。どこに向かってるんですか？って俺は聞いたんだよ。そしたら、お家よ。の一言だけ。でも行き先は俺んちとは逆方向。もしかしたら、S の家に向かってるのかと思った。嫌だなーって思った反面、ちょっとワクワクもしたんだよな。S があれだけ拒むんだぜ。S の家に興味があったのは事実だ。車の中は、意味わかんないクラシックが延々と流れてる。後部座席から盗み見てたんだけど、やっぱり若い。見た感じというか、肌が明らかに20代なんだよな。やっぱり家族なんだーって思った。背筋がピンと張ってるんだよ。いろいろ聞きたいことはあったけど、ぐっとこらえた。俺にも少し罪悪感があったんだ。興味本位で車に乗ったけど、S なら嫌がるだろうってことが分かってたからだ。家に着いたら適当な理由でっち上げて帰ろうって、そう思い直した。40分くらい走ってたかな。急に車が止まったんだ。着いたわ。地元暮らしが長い俺でも滅多に来ない、団地裏の場所だった。S の家は何の変哲もない平屋だった。一言で言うと、ボロい。車の状態からなんとなく察してはいたんだが、不似合いだなって思った。母親は綺麗にしているし、スーツも高級そうだ。S は育ちがいいと信じて疑わなかったし、とにかく、その、なんというか、イメージと違ったんだ。車の中で考えてたこともあって、俺は帰ろうとしたんだよ。用事思い出したんで帰ります、って言ったら、あなたが来たこと、S にも話しておくわ。って言われた。弱みを握られたんだ。しばらく固まったよ。何も言えなかった。少し考えてから、俺は、S を待ちます、って言っちまった。S の母親と家に入ることにしたんだ。やっぱり似たって笑ってたよ。何いたって言うのか？あのうねうねした、透明な板。かなり年季入ってるみたいで、ところどころ補強された跡があった。家の中は一目でわかるゴミ屋敷だよ。とは言っても、テレビで特集されてるやつじゃないぜ。だらしなさが十分に伝わってくる、そんな場所だ。何ヶ月も前のチラシが床に落ちてるし、統一感のない雑誌が至るところに置かれてある。ゴミはポリ袋に入ってるけど、外に出されてないんだ。本当に S がここに住んでいるのか、不思議だった。玄関を抜けて、リビングに案内されたんだ。リビングは結構広かったな。12畳くらいはあったんじゃないか。適当に座って、今ご飯作るわ。それだけ言って、S の母親は小汚い台所に向かったんだ。勘弁してくれよって思った。俺、結構潔癖なところあってさ、
友達の母ちゃんが握ってくれたおにぎりとか食べれない人なんだ。ちらっと台所見たけど、洗ってない食器が山盛り。食欲失せるっつうの。問題はもう一つあってさ、俺の目の前にあるテーブルに、一人座ってる奴がいるんだよ。痩せ細った女だった。ずっと黙って座ってるんだ。こいつも結構若い。S の妹じゃない。俺よりも確実に年上だ。S の母親と同じくらいの年齢だった。キャミソールしか着てなくて、見た感じ寒そうだった。普通さ、男子中学生なんだから、露出が高い女性を見ると興奮するだろ？そういう気は一切起きないんだ。ガリガリに痩せ細った骸骨みたいな女。俺が部屋に入ってきた時も見向きもしなかった。ただぼーっと姿勢よく座ってるんだ。S の母親はもちろんノータッチ。鼻歌混じりで食事の準備をしてる。S が俺を家にあげたくない理由がめちゃくちゃわかった。そんなに時間はかからなかったかな。できたわよ。って S の母親が器を持ってきた。俺と、もう一人の女の分。その料理を見た瞬間、この家に来たことを心底後悔した。出てきたのは、緑色のドロドロした何かだった。見た感じはお粥に近い。雑草が湯とかじゃなくて、もっと汚い色。苔に近い色合いだ。ろくに食器も洗ってないんだろう。お椀の縁には何かがこびりついていた。その汚れから分離した油？が表面に浮いてて勝ってんだ。マジ吐きそうだった。俺、思い出したんだよ。S の口臭のこと。青臭い匂いのこと。嘘だろ？って思って S の母親の方を見たんだ。そしたらあいつ、ニコニコしてやがんの。目で食えって言ってるんだ。俺は口をつけなかったんだけど、もう一人の女はガツガツ食い始めた。脇目も振らず、手ですくって。お腹、空いてない？笑いじわができるくらい、S の母親が笑いながら言うんだ。ああ、食べなきゃダメかって思ってたら、玄関が開く音がした。リビングの入り口をじっと見てたら、S が立ってたんだ。帰ってきたんだ。S は何度も、上ごとみたいに。なんで？って連呼してた。顔は真っ白だった。俺が弁解しようとするよりも先に、母親が割って入った。お帰りなさい。ご飯できてるわよ。S は上の空でふらふらと俺に近づいてきた。でも母親はムカッとしたようで。S、話を聞いてるの？って再度聞いたんだ。ああ、母さん。なんで彼が？って言った途端だった。これまでニコニコしてた S の母親が表現した。お母さんじゃなくて母上でしょ。何度言ったらわかるの。S、あんた私の家族になりたくないってわけ？あの人に言ってきてもらおうか。糸目をカッと見開いて鬼の形相になったんだ。S ももう一人の女もブルブル震えてて、俺も混乱してた。こいつか？こいつが、あんたをおかしくしたんか。お前なんだな。お前のせいで S がおかしくなった。お前が、S の母親の矛先は俺に来た。情けないんだけど、俺は、あ、とか、え、とか言うので精一杯だったんだよ。ずかずか近づいてきて、お椀を手に持った。緑のドロドロをぶん投げられるって思った。お、俺、用事があるんで帰ります。とっさに言ったんだ。そしたら、あら、そうなの？気をつけてね。で、S の母親はまたニコニコしてるんだ。くしゃっと笑ったあの顔で、俺のことを見つめてた。さっきまでの剣幕が嘘みたいだった。そこから先のことはあんまり覚えていない。どうやって家に帰ったのかも、その後何をしてたのかも覚えてない。次の日が土曜日で本当に良かったと思う。しばらく誰とも会わずに済んだからだ。週明けに学校に行くと、S は来ていなかった。それどころか、あの日以来一切 S に会うことはなかった。一回も学校に来ないまま、しばらくして転校したんだ。先生は身内に不幸があったって言ってた。俺、どうしても気になってさ、しばらく経ってから先生に聞きに行ったんだ。俺と S の関係を知ってくれてた先生だから、特別に教えてくれた。S の母親は病弱で、ずっと入院してたみたいだ。その母親が亡くなって、男で一つはきついから、遠方の父の実家を頼る。だから引っ越しするんだと。先生は葬式でそう聞いてきたらしいんだ。おかしいだろ？俺は言ったんだよ。S のお母さんってあの若い人ですか？って。そしたら先生、不思議そうな顔して、
見た感じ、俺と同じくらいだったぞ。って、見た感じ50代のおっさんと同じなんてありえない。だから聞いたんだ。若い女の人、二人くらいいませんでしたか？いや、お父さんと S の二人だけだったな。女の人は見てない。その日の放課後、思い切って S の家に行ってみた。あの家だ。車で連れてこられたあの平屋。鍵はかかってなかった。誰かいるかと思ったけど、反応はない。当たり前だ。転校して1ヶ月も経ってるんだから。内心バクバクしながら家の中に入って、唖然とした。部屋の散らかり具合が、あの時と一緒だったんだ。S はここに住んでなかったんだよ。なのに家みたいに暮らしてた。薄気味悪くなって家から飛び出た。帰りがけに気づいて、ゾッとした。白い軽自動車が庭に止まってあったんだ。S とは中学からの知り合いだから、昔のことは知らなかった。S をいじめてたのは小学校の頃の同級生だった。誰にどれだけ聞いても、昔のことは話してくれない。大人になった今でもわからないままだ。未だに化粧が濃い女の人を見るとゾッとする。あの、自称母親の顔が脳裏に浮かんでくるんだ。では早速、みんなのコメントを見ていきましょう。だから人コアが好きだ。そしてこれなんもわからんとこがまた、リアルすぎる。シンプルに S かわいそう。学コアっぽい語り口でいいですね。サンブラチャっぽいスープも出てきてワクワク。バイオハザード7を彷彿とさせる気もさ。怖いというより不思議な感覚でした。何がともあれ主に災いがなかったのが救い。緑の料理。私は興味があるよ。今回はこれで終わりとなります。また近々お会いしましょう。おやすま。